脳震盪の島民代表一番頭いっちゃってるやつみたいないいんじゃないですか。代表です。挨拶として何か一言お願いできるだろう。任せてちょうだい。ピアノ買い取らせてちょうだい。ピアノ売ってちょうだい。あ、何このジュース。何それっぽいジュース。あ、オレンジで作ったフレッシュジュース。すごい。あ、じゃあこれさ、その果物のが近かったらこれちゃんと色が変わるんだ、このジュースの形が。すげえ。他のも見てみたい。脳震盪の皆さんに幸あれ完治祈願。うわー、喉乾く。多分 100% だよ。すんごい濃いやつ。こいつ、これモンペやばいな、これな。モンペ。モンペってモンスターペアレンツじゃない方のモンペ。俺のこの無人島に来たこのファッションもなかなかだけど、モンペで無人島来るやつもなかなかだと思う。休もうかな。もうちょっと脳震盪がひどいんでもう立ってられないから、ちょっとこの島に着いてから立ってられないから寝ていいですか。なんだろう、すごいあれだよね、不安しかないよね、この無人島生活って。これとてもこんなテンションになれん。こんなタンバリン叩いて、この、目がないぐらい満面の笑みで。すごいな。明日からどうしようっていう気持ちでいっぱいなんだけど。みたいな。大丈夫？ご飯とか。やばくない？今日一日、結局このジュースしか飲んでないし、むっちゃ腹減ってるし、やばくないっていう。そういうもうガタガタ震えながら今夜寝ることになる。何これ？何これ？ラジオだ。もうこれ避難生活じゃん。これ避難所なんだけど。うわぁうわぁ待って、ちょっとこれ。どう？これベッドは。ベッドはどう？いいベッド。ああ、避難所だ。いやー、ちょっと、もっと物が欲しいな、早く。でもね、この形の、このベッド結構好き。これ結構いいよね、これ。この沈む感じ好き。このタイプのベッド。若干、ちょっとこう。落ちないか不安になる感じのこのね、安定性のなさとかすごい好き。あ、そうか、夜か。あ、そうか、現実と同じだからもうこれ夜になるんだ。そんなに？丸一日やばくね？さっきキャンプファイヤーの夜で寝て、今丸一日経って起きた。24時間寝てた。絶対オレンジジュースに変なもの混ぜられてたわ。怖っ。なんかもうされてるわ、このタヌキに。あはは、体が慣れなかったのかもしれないね、みたいな、この自然な、不自然なフォロー。今から皆さんにここで殺し合いをしてもらうだな、もうとか言い出さない、こいつ。我が社オリジナルのスマホ。怖い。常に常に GPS で位置を把握され続けている。移住パッケージの請求書。49,800 ベル。5万円ってことこれ。いや、いくらなんだろうこれ。実際で言う。こんな安いわけねえか。ゼロ1個増えるのかな。払えません。脳震盪起こしてる。うん。これはただの数字のマジックだよね。1マイル分のまだ難しさが分かってないから。どうなのこれ。プログラムに登録させてもらって、なんかもう、プログラムになってるんだけど。何の実験に参加させられてんの俺。無人島に暮らしたいっていう風に言っただけなのに、いつから移住だと錯覚していた？請求書を渡した途端満面の笑みが出た。本当だよね。そして今のやりとり一切忘れて、もう大喜び。やったー！始まったー！自由だー！つって。もう借金のこと忘れてるな。カメラって何？この状態を撮れるわけ？あーはーはー。あー、なるほどね。あー、はいはいはい。こういうね。ちょっと今、絶望的な。待って。これ。撮ったぞ。今見てみる？これちょっと投稿しとくか。これ投稿しとこう。どうすかね。どうすかね、これね。また皆さん、いいねよろしくお願いします。しっかりいいね、リツイートね、よろしくお願いします。これちゃんとした任天堂様へのキャンペーンにもなってるので、こんなに素晴らしいゲームだよっていう、こんなに現実を忘れられる楽しいゲームだよっていう、任天堂さんにも一役買ってるんでね。さて何からしよう。とりあえずちょっと住民に挨拶してこようか。おきゃきゃいるじゃん。何してんのこいつ。なんか手に持ってるね。テントの場所気に入ってくれたらしい。引くわ。あの場所気に入るとか引くわ。葉っぱの傘のレシピ。レシピ？なんだレシピって。自分で作るの家具を。あまりにも雑草だらけの光景を見て雑草を使った DIY をひらめいたのさ。あ、今作そんな感じなんだ。自分で作るんだ。もう一人は。わかりやすくていいわ、これ。方向音痴だからさ。ちょっと、もうとりあえず浜辺に行けば人がいるっていう。わかりやすい、覚えやすくていいわ。あ、いた。あー、しんど。お前が決めてくれた場所、絶妙な感じだぞ。だろ？海のものとも山のものともつかない場所だろ。いいだろ。あ、帽子くれた。脳震盪でかぶるのにぴったりだと思うぞ。脳震盪になったらこれかぶれば収まるらしい。すげえ。科学の発展ってすげえ。大丈夫か？逆に悪化することにならんか？身につけるか。え、デザインが全然違う。あ、今のあれか。アイテムアイコンか。頭でっけえ。頭でっけえ、俺。もう1100だって。ちょっと今のさ、スマホ見てる顔、ちょっとだから犯罪集すごくなかった。ちょっと、これ、ちょ、このスマホ見てる顔、ちょっとあかん。これは。逃走犯。本当だよな。現実から逃走、現実っていうかもう、あれだよな。脱獄してきて、この島に逃げてきたみたいな、もう、プリズンブレイカーだよな。この帽子がまたそのいい味出しとるもん。もう、あれだよ。これ収容所で、作業される時の作業着。でも本当にこいつそういう過去ありそう。無人島に来るってよっぽどよ。うん。なんかそういうね、なんか囚人構成プログラムみたいなのに多分参加させられてるんだと思う。これは今。さっきプログラムって言ってたし、現代社会と隔絶した場所で、こう何かこう、一定期間生活することによって、こう何か価値観の強制をね、図るみたいな、そういう強制プログラムに参加させられてるんだと思う。マジで、これ被ってるやつちょっと何か前科がないとこの帽子被らんよ、普通は。これもだから軽作業だよね、ね。いわゆる軽作業の時間ですよ。母から手紙が来る。まあ、そら来るよ。ほら、捕まった息子のこと心配しとるもん。ちょっと出してくれる？これスマホか？本当に。だってポケットから出さなきゃ通信が通らないんだ。赤外線通信か、もしかして。ガラケーの時代によくあった伝説の赤外線通信なのか。何これ。焚き火。しょぼい網。あ、もう木の枝だね。とにかく木の枝でいろんなものが作れるらしい。なぜ木の枝だけでこの網が作れるかは知らんけど、とにかくもう、この島の木の枝はすごいらしい。集めよう。木の枝で人は救われる。で、まだお店も何もないよね。経済というものがまだ存在してない。これでもう作れるかな。あ、なんか掲示板に書き込むといいとか書いてあったの。書き込む。手荷物。うい。よっしゃ。初ゲット。初ゲット何これ。が。記念すべき初ゲットが。しかも行ける範囲まだこれ著しく狭いっていうね。この島を選んだせいで。著しく狭いんですよ。川に阻まれてて。ものすごくこう、不利な出だし。ここからのこう逆転劇、狙っていきたいですね。